イシキン TV のイシキンです。2020年、えー、10月9日 ?9 日の動画日記となります。はい、えー、121日目の動画日記となります。はい、えー、今日は1時、えっ、ー、と、次の日ですね。翌日の、えー、1時、朝、朝で午前中、午前中じゃねえ、ちょっと待って、言い間違いが多いですね。<laughs> 深夜に1時に撮っております。はい、先ほどまでちょっと、えー、ルームメイトとね、いろいろ語り合っていました。はい。 楽しかったです。で、今日はですねうーんとですね、まあ、昼は、えー、昼はじゃないな夜は、えー、ちょっと早めに帰ってきて、えー、カレーを作って、えー、美味しく、えー、3杯ぐらいいただきましたはいでなぜね早く帰ってきたかというとちょっとあの、まあ、夕方から、えー、サルタヒココーヒーカフェに行って作業していたんですけども、えー、ちょっとね充電できる席が1階もね2階も、まあ、空いていなくてまあ1階のねちょっと あのいつも座っていないところでね気分転換に座って作業していたんですけどもえー、っともう充電がねえー、あと12時間もう少し頑張ろうかなって思った時にプツンとえー、なんと切れてしまいましてでこれはもう、えー、その後ねちょっと、まあ、どっか空いてるとこ充電できるとこないかなって探したけどやっぱり、えー、最近ね結構サルタヒコね、えー、みんなこうまあ僕と同じようなえっ、ー、と居座る系のね居座る系っていうか長時間ね、えー、滞在する あの仕事してる方々がね、えー、多いのでもうなかなかねみんな手ごわいですね、えー、あの帰らないんですよねみんなねだからあの僕ももうこれはもうこの人たち絶対帰んないからもう、えー、家帰って、えー、ちょっと立ち直そうということで家帰って、えーね、カレーを作って、えー、食べましたでカレーを作ったあとは、えー、今日はちょっとあのー、まあ久しぶりというか2コメダ 朝もメダ行ったんですけども、夜もメダ、えー、ね、えー、9時かなうん、いや、えー、と8時、8時から、えー、と夜のメダコーヒーに、えー、行ってまいりました。はいで。そこで2時間ぐらいね、閉店が10時だったんで、えー、2時間ぐらい、えー、集中してウェブ制作の案件を、えー、かなりね、えー、満足のいく、えー、進捗を出すことができました。すごく。いや、そしてね、あのー、なんと、なんとというか、メダコーヒー。 夜の米だコーヒーがねやっぱりやっぱりというか、えー、なんだろうなあんまり行かないんですけどもいつも朝なんでね、えー、夜行ってみてもう本当に、えー、そう最初8時僕が行った頃8時頃は、えーまあ、ちょっと本当にカウンター席も、まあ、ちらほら本当一1人とか2人お客さんがいたんですけども,もう9時過ぎるともう誰も一、えー、個子1人、えー、いなくなってかなりね、えー、静寂としていて、えー、すごくね、えー、静かで。 えー、集中することが、えー、できました、えー、これはかなり、えー、なんだろう、えー、大きな収穫というか、あのー、夜ね、えー、ま家、あ、から一番近いのが米田コーヒーなんで、えー、これはかなりね大きな収穫だなと、えー、夜は夜遅くはじゃあ米田コーヒーに行こうかなってこれからなると思います。ただ、まあ、朝も行くので、ちょっとあのー、コーヒーチケットとやつをね、えー、消費 1>, えー、1日に 2, 2枚もね消費してしまうとなると、えー、8枚すずりなのでちょっとあ1日2枚使っちゃったら何だ3日でたった3日違うな4日で、えー、3000分のコーヒーチケット使っちゃうことになるのでちょっとそれもね、えー、まあちょっと考えたいなと思いますねだから逆に例えば、えー、朝は米田行くのやめて朝はじゃあサルタヒコに、えー、してみるとかいう感じでちょっとまあ、えー、考えていきたいと、えー、カフェのね 構成を考えていいいきたいと思います、はい、そんな感じで、えー、あとは、まあ、今日、あのー、久しぶりに、あの、タンスから、タンスからっていうか、段ボールから、えー、この、ウーバーワールドの、えー、パーカーを、えー、出しました。これ、あのー、2年前かな多分一昨年かな一昨年に、えー、友達と一緒に、えー、横浜アリーナかな横浜、横浜、た横浜アリーナだと思います。はい。で、見たときに、えー、買った、 えやつですはい思い出の一品で一品一服なんていうんですかね服のことはいですはい <laughs> <laughs> それは気にしないでくださいはいでちょっとねあのあとまあこれを出すついでにあの結構、えー、まあ最近ね本当にユニクロの服とかしか買ってないんですけども大学一二、えー、年の、えー、頃は結構まあ三年の時もそうなんですけども結構ね、えー、なんかおしゃれをね したいなと思って、そういう時期がありまして、えー、結構ねあのー、これからの秋服だったりのシャツを、えー、結構買っていたんですね GGD ってグランドグローバルとか、えー、GGD って呼ばれるブランドでまあそんななんか安すぎもなせず高すぎもせずまあ中間あたりのいい感じのブランドなんですけども、まあ、上野とか、えー、原宿とか、えー、にありますはい、下北にも昔ありましたね,、はいでそこでね買っ 着ていた服をまあ、えー、その当時ね全く正直あのー、おしゃれ度も全然僕あのおしゃれの知識もないので全く、えー、全然ね着こなすことができずまあほに一目ぼれして買った、えー、上着とかもジャケットとかジャケットじゃないななんかあの羽織るやつとかも正直2回とか3回とかしかあの着てあげれなくて、えー、今ね段ボールにねえっ、ー、と上の方に しままっっててるやつつがいいぱ今日見け5着とか6着ぐらいあったんですけどもまさにこのこれからのね秋の時期に着るような服がたくさん上着かな上着というかシャツが見つかったので着てみたんですけど結構これがねなんか自分で言うのもあれだったんですけども昔はなんか似合わないかなとかちょっと派手すぎるかなと思ったんですけど今はねちょっと着てみて。 意外とこれは意外といけるぞという感じでいう感じで自分ではねなったのでこの秋冬どんどんね大学1年123年の時に買っていた服たちをついにしっかりと着る時が来たなという感じで使いこなしていきたいと思いましたはいほ本当に23年4年前の自分に 感謝です。はい。えー、という感じで、えー、今日はね終わりたいと思います。はい。さよなら。はい。